今日は財が n 個あるということでこのね財が n 個ある場合の一回条件より一般的な一回条件を今日はちょっと解釈したいと思いますそうねじゃね財が3つの場合で考えてみましょうか財が3つですのでりんごとバナナとココナッツとねえー、いうふうにしましょうかで一回条件この場合は 1> a, a 1かける u の微分 a 2かける u c 2スター a 3かける u c 3スター限界公用のベクトルがりんごの価格、バナナの価格、ココナッツの価格、価格を並べた価格ベクトルに平行であるというのが1回条件ですね。今例えばこの 価格を、まあ、リンゴはじゃあ1個1ドルバナナは1個2ドルココナッツは1個5ドルというふうにしましょう今ですねどういう意味かっていうとこのね1回条件はねマージナルユーティリティちょっと MU というふうに省略しちゃいますがリンゴをもう1個リンゴをもう1個消費した時の 限界効用が、例えば1、1、一だとしますね。1、効用、効用ってね、あんま単位ないんですね。効用って単位ないから、じゃあ、ユーティルにしましょうか。1ユーティル。そんな単位ないですよ。今、勝手に作りました。えー、リンゴを、もう1個消費したときの限界効用今、1ユーティルとします。で、バナナ バナナをもう1個追加的に消費した場合のじゃあ限界効用が今3ユーティル3ユーティルだとしますねでこの場合は平行になってませんよねえっと価格は1ドルでリンゴは1ドルバナナは2ドル限界効用はリンゴの方が1ユーティルでバナナの方が3ユーティルだとこれ平行になってませんよね平行になるんだったらこれ 平行っていうのはどういうかとかっていうと価格が125なんだったら限界雇用は例えば2410とかねあるいは102050とかになっていれば平行なんですよ。だけどりんごからの限界雇用が1でバナナからの限界雇用が3というこの例ではこれが平行になっておりません。 で平行になってない場合は、最適な商品になってないと。最適化になってないということなんですね。これをちょっと、そうですね。ちょっと直感的に説明しましょうか。もし、リンゴの価格が1個1ドルで、バナナの価格が1個2ドルで,で、限界行為はリンゴから1、バナナからは3っていうんだと、 これ何ができるかっていうと、例えばね、リンゴを1個消費を減らすということができるんですね。リンゴを1個消費を減らすと。そうすると、限界コ用が1ということなので、リンゴを1個減らしたら消費は1減ります。消費は1減るんだけれども、1ドル、1ドル浮くので、 1>, 1ドル浮いたらそれでバナナを0.5個余計に買えますよね。バナナ 2, 2ドルなのでね。今、リンゴを1個を減らしたら、まあ、確かに紅葉が限界紅葉1ということで紅葉1下がっちゃうんですけれども1ドル浮くので,で、バナナが1個2ドルなのでバナナを半分買えます。バナナを0.5個買えます。で、 バナナを追加的に1個消費した場合の限界効用が今3ということなのでバナナを半分余計に食べたら効用は大体いい3の半分3の半分で1.5ユーチル上がりますはいリンゴを減らしたんですけれどもその分バナナを買い足せたことによって結果的にですね、えー、リンゴを減らした時に1 油が1下がってでもバナナを買い足したことによって紅葉が1.5上がっておりますのであトータルではですね紅葉上がったっていうことになりますね予算の範囲内で紅葉上げることができましたのでもともと最初の消費パターンは最適ではなかったじゃんということになりますいいですかね逆にね逆に例えばじゃあ次別の例ね今ですね今度は リンゴからの限界効用が2ユーチルだった場合、考えてみましょう。これも平行になっておりません。平行になっておりません。価格がリンゴは1ドル、バナナが2ドルで、限界効用はリンゴからが2ユーチル、バナナからが3ユーチルということですので、平行になっておりません。この場合もやっぱり最適になってないということが証明できます。まずですね、この場合は、バナナを1個減らします。 バナナ1個減らすと、紅葉。限界紅葉3ということなので、紅葉は3下がります。なんですけれども、バナナ1個2ドルということで、バナナ1個減らすと2ドル浮きます。2ドル浮くので、で、リンゴが1個1ドルということですから、リンゴは2個、2個買えますね。で、リンゴからの限界紅葉が大体2ということですので、リンゴ2個買えば、 2かける2で大体4紅葉が4上がることになりますということではいやっぱりねやっぱりトータルではトータルでは紅葉が上がってますのであ最初の最初の消費パターンね最適じゃなかったじゃんということになってですねこれがもう本当に最適な場合はですね最適な場合はもうちょうど平行と最適な場合はこの価格のベクトルとそれから限界紅葉のベクトルが ちょうど平行になっているところまで消費しているはずだというのがこの一回条件の解釈と直感的なイメージ意味ということになります。さて。